攻めてきたら始めちゃっていいですよ。まだ2時になってないんですよ、冷戦から。そう。さて、始まり、どこまで行ったんだ？アークレボリューションカップ、テンポ予選大会、準決勝第1試合、ボビーカルルバス、飯坂プラチナ。さあ、ここまでボビーカルルが、アズラエル、アラクネ、バルケンと、結構苦手になるようなカードをどんどん殺していって、最終的に当たった、最終的じゃないですね、準決勝で当たったのがプラチナと。さあ今日入江さんがいないんで逆にボビーさんが頑張ってる感じ。開幕ミサイルを引いたプラチナに対してどう立ち回っていくか。バット後ろにもあります。 WBC 中だからしょうがないね。さあ物欲冷静にジャンピーが当たって、ここからからの単独ビが 6D が届かなかった。ここはしっかりと反撃取っていく。いいぞプラチナ、バットバット、しかし飛んできた、ボールが来た、後ろからデッドボールになりましたね。ここはプレゼント通す、ハンマー当たって、とりあえず物をぶん投げていく。さあ欲しかったな、フライパン鬼やっちゃった感じか。さあまだ死にはしないけど、この OD の時間がかなり長いこと消費されちゃう。あー姉さん飛んできた。さあここはそうなんですよね、姉さんすげえところから飛んでくると。さあとりあえず物をボンボンぶん投げて、待ってました、爆弾強化。残念耐久から斬新落ちない。さあ体力一割切った。カルルに対してプラチナが迫る、投げが回避、針で落ちきて、ここはワキャン爆弾見つかる。さあジャンピーからその後すがない、あっという間殺し。さあここはネコモが飛んできた。先に1本取ったのはいいとこプラチナ。さあ猫棒猫棒しっかりガードしていく。ジャンシーから投げを返する、ここは姉さんに当たって一度伸びる。猫棒に対して、ああ姉さん後ろから歩いてる。さあ猫棒が無慈悲、ここは出っ放しに対して押し置き、ハンマーからフライパン装備迫るプラチナ。ここは立ち位からフライパンがぶっ飛んで画面を外れ込むに行く。さあ残り3割切ったところで、ここで強化プレゼント、これがだるい、押し込んで針、あっとやらかん。さあやっぱりねあー予想できちゃったからな今な、オチがね、オチ予想できちゃったな、アルグレットの時点で俺もう分かっちゃったな今な。ダイワプラチナ対ヤクザクメン、ちょこちょこ前やってるの見た時はゴブってた、うん、でもダイワさんが顔歪めながらわーって減りすぎだよとか言ったら覚えてるんですけど。さあダイワさん、ダイワさんノーカードっすか。あ別に、いや大丈夫でしょ、うんやっちゃっていいっしょ。さあそんなわけでカード読み込みミスでダイワさんがノーカードとなりますが、これがどう出るか。さあ画面外での戦いがもう始まっております。さあ白面対プラチナ、 SOB チームメイトのこの2人、私に示してみろ。さあ 6AU BGM、 さあ開幕飛ばさないで第1ラウンド、バイエーとジャンシーが搭載。ここで捕まえたのは白麺、タチエー対空からワンコン決めて、さあ相手は猫、ここでジャンニシー特攻に対して泡が引っかかって、プラチナが画面端、ここは出てた西山で、ここで早めの OD しよう、この判断が功を奏していいダメージ、猫棒が当たって熱波に当たって、ここで
いろいろあって、プラチナが画面端持っていく。もう一度前半、戦闘して、それだけで立った、一本戦車100着目。確かに、3点しかいかないですね。ここでプラチナが、空中で捕まえて、これ、さあ、白面が、2Cで暴れたもん、いろいろあって、プラチナがワントーンで画面端持っていく。さあ、ここは当てにかな？なんかカウンターして、プラチナがコンボ決めて、前線が2A が当たって、さあ、それでも 2A だからあんまり減らない。前 B の持続が当たって、プラチナ一本取り返す。さあ、面白い展開になってきた。ファイナルラウンド。これなきゃしっかり抜けてくれ。ここは、プラチナがしっかり前へタイプ。ホタル。ここでまさにしていく。前へタイプ、さあ、ケツはガード。ここで 3C カウンター、ウェニットの法人全開。さあ、でもそんなに思ったより減ってないか。ラッシュに2位が当たって、ここでマミザーラッキャンから一気に運んでいく。バット2本使って、ここでフライパンが置いてある。さあ、こっからバーストが当たる。物投げに対して疾風は確定をせず、ここでイラクルジャンで猫に当たって、勝ったのはダイオプラチナ。さあ、準備ができたら始めちゃってください。これ決勝はやばいんじゃない？さすがにの、いけるかな？てかスタート遅すぎなんじゃない？ちょっと一回切ってみますね。なんか嫌な感じする。まあそうだね、もやっと。そうそうそう、いやだって 1P も 2P もなったってことはおかっ、あダメなんじゃん。あ入門か、入門か、入門か、サブカードか。いや押さなきゃいいんじゃねえか、だから。えこれな、えこれちょっとマジレスでさ、マジレスでそのカードダメなんじゃねえ、うん、とりあえず試合しますか、うん、でここに来て大和さんのカードが、あーこの大会ノーカード参加できないんすわ。ていうか、うん、真面目に読み込んだ画面で、ね、まで行って読み込んでこの画面になっちゃったから。大和さんその前 D 筐体でやったっけ。あーそれかも、うん、まあいいや、やっちゃえやっちゃえ。まあね、まあいろいろありましたが、いやー18段ノーカードっすか。あーやべ、俺これ動画上げなきゃいけねえんだ、この動画を。さあ切り替えるか。さあ決勝戦になりました。アーケレボリションカップテンポイ3大会ビッグアンドの最終戦、決勝戦はプラチナ VS プラチナ、飯坂プラチナ VS ダイオプラチナとなりました。黒い方が7さん、青い方が飯坂さんとなっております。さあ開幕、アイテムはフライパンと、バット、バットバット。さあプラチナ使いみんなよくやるこのバット2連発、フライパンガードしてる、フライパンが当たって早めのバスト、
バットに対してバット後振りが強い。起きてめ爆弾から、さあよくやるのにここでバスト、ハンマーが当たって爆弾投げていく。さあこっちさっきも見たフライパン対してバット、さあこれ逃げたくなるんだけど後転すると大惨事になります。さあ体力並んで起きてみぞ、コーナークロフォフライパン倒して、さあゴムだった立ち絵お互い打ちからニビコスター黒い方ミサコンから死なないんじゃねえ、とりあえずミサイル回収3発出して攻めていく、ここで来た引きが強かった爆弾、さあリーチをかけたのはダイアブロスだ。さあ立ち見に対しては確かこれ前どっかで聞いた気がします、しっかりと攻撃してるのは黒い方、さあお互いアイテムをつけてない状況で攻めていく、ここはバーストでとりあえずアイテムつけたい、お互い投げまくれ、あっと伸びちゃった青い方、ここはペース持ってるのは黒い方だけど、さあバットバットやっぱり手出した、もう一丁、さあここっちゃい足広いから、さあ前回だったら5000ぐらい平気で出ちゃったことも4000で済みます、リーズナブル。さあ体力なんでうまいグータイクから猫もそびもう一回、さあこれは乾燥で多分死ぬんじゃないかなと思いきや、アイテム持ってないんでちょっと厳しいところ、バットしっかりつけていく、バットバットから三振しっかり決めていく、さあ一時の状況バーストエールは黒い方となってますがどう響いてくるか、猫も立ち上がしっかり走る、しかし下段から波さきら踏んで、猫もやっぱり後出しが強い、さあ猫もかぶして猫も発射、爆弾がいい感じにフォローする、さあ青い方おっとバットバット、あーさっきも見たこの感じ、波さきら出してバースト、猫もしゃがみヒットからライフキャン使って画面端へ行ってく、体力がここで逆転する、ペルシア使って起きてめバットバット、もう一回もう一回、さあジャンジャンここで引いたのライオン、ジャンピー強い立ち上からマミさん対してバーストライオンバーサス猫、そしてバット使って踏まえなくて爆弾が飛んでくる、さあここに来て猫が強かった、やっぱり猫も勝ったのはドヨプロスだ、いやーすげえ試合だったなこれは、すごいね、あこの大会ノーガード禁止なんすわオチがちゃんといる